まさかの、そうよね、中島さん。相当歩くんちゃう？追い切れないかも俺。え？安全に帰れること。あんまりにもヤバそうだったら追い抜いていっちゃっていいですか？うん、止まるってなったら。うん、よいしょ。でね。よし、いいっすよ。ところはちょっと本当は間を空けてね、行ってあげた方が前の人が転んだ時とかに回避できるんでね。おいよ、行きましょう。ふう、あ、もうこれであれか。ふう、滑っていけるんだ。圧雪かけてある？あ、違うわ、かけてないわ。まさかの、そうよね、中島さん。大丈夫。焦ったまじで。そこね、左、こっちへ出れますか？板抜けます。うん、ちょっと待ってくださいね。あ、穴はね、これね、クラックなんですよ。うん、クラックなんで、ちょっと待ってくださいね。うん、ちょっと待っててください。それ後ろ見入れます？後ろ、真後ろ。真後ろ？別に川とかないっすよね。川はないね。凍ってる。でも一番いいのは戻れた方がいいよ。戻れます？そこに木があるからさ、これが。ああ、じゃあ板だけ僕もらいますわ。ちょっと待ってくださいね。板ないと上がれないっしょ。でもよいしょ。下まで滑ってったらさ、はい、ちょっと中島さんが沢の方へ落ちちゃったって言っといて。ここに落ちちゃったんだ、中島さん。そう。どれ？ここにいるから。中島さん。はい。いる？そう、だから下行ってちょっとみんなに言っといてもらっていい？オッケー。俺のこの下にクラックあるんで、多分ね、来たから、うん、ちょっと、あ、チャンさんだ。うん、あ、チャン、今そこにコニさんとかいる？あ、今ね、俺、シャーと中島とミセリでいるんだけど、
中島さんが下りの廊下からちょっと飛び出ちゃって、どうしようってなってて抜け出せなくて、橋の方に飛んでっちゃったの、道路の方。コニーさんとかいる？もう一回来てくれるかな、ここに。はいはい、もしもし、聞こえますか？聞こえます。ロープって言ってんの？うん、あ、そうだよね、雪まだ崩れてないですけど、降りれないんだ、俺らも。あ、なに？穴？はいはいはい、川？沢？まあ、行こう。タバコでも吸います？中島さん、タバコはやめとくわどこ？え？いやでもマジ底抜けなくてほんとよかった。うん？ここです。結構ガチでここです。そこに落っちゃって、あれ下川なんで多分今板を下に引いて板の上に立ってる感じです。でもうそのすぐ下穴開いてるんで多分抜けてるんですよね。あの川なんですよ。でクラックも2本入ってるし、中島さんのすぐ下も穴開いてて底抜けてるんで結構ガチでやばいかもっていう。もう動かれへん感じ？板を今両足抜いてるんです。で板はこっち向きに止まってたんですけど、こっち向いてるんですよ。僕はクラック2本か。で俺の真下は穴がズボーンって抜けてますもん。ああ、ここに巻いて引っ張るか。そうっすね。あると思うけどな。それかもう雪落とすか。ああ、落としてるわ。小西さん、その下すぐクラックあるですよ。うん、見えてる。見えてます。あそこ、ナンバーターンより向こうが川ちゃうか。そう、僕ね、どんぐらいのサイズ感で川があるか知らないんで。まだね、あの、あっちじゃないの川。全然もうボトムっていうか、もう真下だから。でも中島さんのすぐ下にね、穴あるんですよ。それあれじゃない？この木の。ここのあれかも。え？ギャンギャン流れてるあれじゃないですか。ギャンギャンのあそこです。あ、そうか。スコップ出します。あった、ちょっとあった。ここ、パコン行った。やばい。そうだね、それだね。俺がダメになってます。あった。これみんなで、ね、数珠繋ぎみたいな。スコップが穴ボコーって落ちるけど、サイト行けるかい？クラックある。ほら近づいてきたよ。ありがとうございます。すごい、なんかあの料理長とリフト係と除雪係とだけじゃなくて、レスキュー、レスキューや。そらそれはレスキューや。板どうしたらいいか。板はちょっと後やね。うん、大丈夫です。うん、ありがとうございます。ワンちゃんの紐が長ければ貸してほしかったです。大丈夫です。楽しありがとうございます。待って、はい、怖かったな。ほんまに怖かった。これはほんまに怖かったです。怖かったな。ここ来たんは怖いよね。うん。よかった。
落ちたんは怖いよね。中島さん、球場人数10人ぐらいいるんで結構請求が来るんですよ。大丈夫ですか？1時間あたりの1時間あたり1時間からやから5分ぐらいやけど2万円ぐらいかかりますけど大丈夫ですか？バッシーって言って、もう板諦めよう。してよ。してよ。してよ。ハルトに行こうよ。流れてまうで。流れてまう。いや、ここでふざけるんだ。いるみたいに。カップチャーさん、チャーさんずっと回してた、ちゃんと回してましたよ。回してましたよ。あのね、落ちたところも撮って、あの俺落ちるなって思ったんですよ。なんでかっていうと、あのくねくねしたとこなんかいきなりスイッチで滑り出した。そこいきなりだから、そうレギュラーで降りてきたのに小屋の横でいきなりスイッチにするからえ大丈夫と思ったら、ヒュンってスイッチになった瞬間に大丈夫ヒュンってスイッチになったんですか？なったの。なっちゃったの。でもここは思った怖いなと思いながら滑った。中島さん、はい、膝割れてないですか？大丈夫？膝は血出てない。違う。おー。パワー。パワー。ディープパワー。お疲れ様。はい。これ野生検定です。野生検定です。俺なんか状況見ようと思って向こう側行ったら道ツルツルでこけただけいや、よかったよかった。ねえ、よかった。すいません、僕がいい映像も撮れましたながらスターが面倒見てるから私だけやったら無理やったわいや、俺は何もしてないよ俺は連絡しただけもう動くな待てしか言ってない踏み抜くから踏み抜くからで、道路めちゃくちゃツルツルなんでマジ気をつけて。あ、こっちは大丈夫なのか。いや、ツルツルだわ。俺も中島さん、おかえり。よかった。サンキュー。あのトラバース終了あれ角度大丈夫だったかな。大丈夫じゃない。いやー、よかった。